iPhone 15 Pro Max を改めて買って使っているのだ。結局どうなのこれ。電子レンジマンの動画、革版が積んだもんなのだ。遅刻めたんですが。投稿者はメインスマホが Galaxy S24 Ultra で、基本的にバリバリの Android ユーザーなのだ。 Android は年間数十台買ってるわね。とはいえ別に iPhone に興味がないわけでもなく、毎年 iPhone も大体全部買ってはいるのだ。そして今回は発売時に1回レビューしている iPhone 15 Pro Max を改めてレビューするのだ。おや、色が違うようだが。買い直したからね。当初欲しかったナチュラルチタニウムの 512GB モデルをジャンパラの通販で買ったのだ。こいつを買ってから2週間くらい経つけど、メインスマホとしてバリバリ使ってみているのだ。珍しく LINE も移行してしっかり使ってるのよね。軽装の夏に Galaxy S24 Ultra を服に入れてると、角が刺さって服が破れてくるという事情もあるのだ。 iPhone なら丸まってるからその心配はないわけか。というわけで、しばらくバリバリ使っていて感じたことなど含めて改めてレビューしていくのだ。じゃあよろしく頼むわ。というわけで iPhone 15 Pro Max ですが、実際どうなの？去年買った時は正直こんなもんかって感じの気分だったんだよね。世間はすごく盛り上がってたけど、投稿者的には割とすぐ飽きてたわね。当時の印象としては、光学5倍ズームが採用されたわけだけど、ギャラクシーの光学10倍ズームと比べると見劣りするなみたいな感じだったんだよね。ズームの倍率上げると結構ザラッとした写真になるので、やっぱりギャラクシーのが良いなみたいな印象だったわよね。しかしながらギャラクシーも今や光学ズームは3倍と5倍の組み合わせに変更。10倍は一応光学ズーム相当の扱いだけど、のっぺりした感じが増してるし、結局ズームの力は iPhone 15 Pro Max とそんなに変わらない感じになった気がするのだ。光学3倍ズームがあるので小物とかの撮影には強いし、一応最大100倍ズームもできるけども。ギャラクシーが変化した今、改めてしばらく iPhone 15 Pro Max を冷静に使ってみると、割と印象が変わってきたのだ。まずはやっぱり角が丸ゆえで、重量も 221g なので、 Galaxy S24 Ultra より軽いんだよね。まあ S ペンはないし、光学3枚のレンズもないし、画面も少し小さいから、そりゃその分軽くはなるだろうけど、なんというか長時間使っててもストレスを感じにくいのだ。ダイナミックアイランドは本当に邪魔くさいと思ってるけど、プロマックスだと画面自体が大きいので、そこもある程度緩和。ダイナミックアイランド、去年一旦プロ買った時は邪魔さに絶望したわね。そして USB3 対応の USB Type-C 端子だけど、これも再評価に至っているのだ。何が良い感じなの？使ってる Windows PC には有線で接続することになるわけだけども。このチャンネルではよく話題にしてるんだけど、 Android と Windows ではクイック共有という機能を使えるのだ。クイック共有は要するに AirDrop みたいなやつで、無線でデータの送受信が可能。すごく便利なわけだが。ところがクイック共有、 Galaxy 以外の端末で特に多いんだけど、転送エラーが多発するんだよね。Xiaomi 14 Ultra とか Pixel は3回に2回くらい Windows への転送時にエラーになってる気がするわ。 Windows 側でアプリを再起動すれば大体解決するんだけど、非常に不安定なのは難点なのだ。これを踏まえると、無理にクイック共有使って失敗するより、さっさと有線接続した方が早いパターンも少なくないのだ。それを踏まえると iPhone 15 Pro Max、 爆速で有線でのデータ転送ができるので非常に便利。なるほどね。まあ本当ならクイック共有できるのが一番良いとは思うけども。まあそうなんだけど、一応 USB Type-C 化した恩恵を強く受けられた場面なのだ。そして普段 Android で使ってるアプリを iPhone 版で使って思いがちなのが、サードパーティー系アプリの完成度。喫茶店のアプリや通販アプリ、決済系アプリなどいろいろあるけど、なんかたまに Android 版より明らかにボタンの挙動が良いアプリがあるね。あ、両方使ってる人は結構普段感じてるかもしれないわね。それ iPhone 版の方がボタンの反応や画面の切り替わりの挙動が良いというか、まあヨドバシのアプリみたいにどっちもブラウザ開いてるようにしか見えない微妙挙動のアプリもあるんだけどもね。まとめるかりとか、タイミングによっては iPhone 版の方が新機能やレイアウトになってるアプリがあったりする印象。逆に Android 版のが充実してるアプリも探せばいろいろあるとは思うけどね。そして画面の綺麗さやスピーカー音質についてはやはり圧倒的だと思ったのだ。学マスやったり YouTube 見たりしてると、とにかく映像や音が綺麗で良いなと思ったわね。そういえば学マスで思い出したけども、最高画質 60fps でのプレイは iPhone 15 Pro Max でも無理だったのだ。これでダメだとも、現時点で売ってるスマホで完璧に動く機種って存在するのか怪しいわよね。最初の10分くらいはそれなりにサクサク動いてたんだけど、次第に激重になってメニュー画面とかすら不安定になったのだ。16 Pro あたりではさすがにだいぶ快適になるんだとは思うけど、本当にやたらに高い性能を求められるゲームだわ。あと改めて使ってみてやっぱり嫌だなと思ったのはこのフレームだね。
ちょっと触っただけで跡が残りまくるのよね。プロモデル今までと結局そんなに変わらんような。ケースに入れて使ってても直すれとかが発生したりするくらい貧弱なのも致命的だと思うのだ。おそらく iPhone15 Pro ジャンパラとかだとほぼほぼフレームの汚れや性のせいで連絡入るんじゃない。正直プロモデルもアルミニウムのフレームで何も問題ないと思うんだけど、なんでそうしないのかな。ぞまあ見栄えは良いし軽いらしいのも良いんだけどね。チタニウムのフレームバッテリーは酷使しなければ2日持つくらい優秀で良いのだ。酷使しても朝から晩まではしっかり持つわね。プロマックスは電池持ちがやっぱり素晴らしいわ。年末頃に使ってたプロは14と同様電池持ちが良くない印象。酷使するなら絶対プロマックスがおすすめ。あとこれはギャラクシーでも使える機能なんだけど、 iPhone の写真の切り抜きが本当に便利だよね。こんな感じで標準のアルバムアプリから写真の一部を抜き出して背景透過画像を容易に作成できるのだ。サムネイル画像を作る時とかに便利よね。合成や文字入れは別の他社アプリを使用。 iPhone でしかできないわけではなく、ギャラクシーでも今はできるけどね。この画像はギャラクシー S24 Ultra で切り出してみたのだ。ギャラクシーはスタンプとして切り抜いた画像を使ったりもできるみたい。というわけで iPhone15 Pro Max、 久々にしっかり使ってみるとなかなか良いのだ。秋に買った時はカメラの進化とかの方にとらわれすぎてたかもしれないわね。いろいろ作例を用意したので一応眺めておこうか。いつもの顔はなんというか結構地味めなくらい色合いになってるわね。こんなもんだっけか。8プラスでも撮ってたので並べてみたのだ。なるほど、全体的な細かい描写はかなり進化してるけど、色合いというか全体的な明るさがだいぶ変わった気がするわ。多分撮影時に輝度いじれば明るさを同じくらいにはできたとは思うけども、なお7と比べるとこう、まあ同じような傾向だわね。料理の写真を撮影する際に思うのはやはり寄れなさすぎることなのだ。標準だとここまで離さないとダメなの？ってくらい離れないとピントが合わないわよね。ただし4800万画素のパワーで2倍ズームが普通に綺麗なので、それをしっかり使えば大きく綺麗には撮れる感じ。なおマクロで摂写するという手もあるのだ。ボケが少ないので料理写真向きな雰囲気だけど、質感の表現があんまり良くなくて美味しくなさそうにも思える。黒や白背景だと色がおかしくなりがちな iPhone の室内撮影だけど、灰色とかだとあんまり問題なさげかな。これも2倍ズームで大体なんとかなる印象。なお iPhone は標準のカメラアプリにプロモードがないので、色がおかしくなる場合は他社製カメラアプリとかを使う必要あり。標準カメラでホワイトバランスとかシャッタースピードとかいじれるようになればいいのにね。色温度とか露出とかはアルバムアプリで後から結構細かくいじれるので、そっちをやってねって感じなんだとも思うのだ。夜景も非常に綺麗。この薄暗い位置にあるはずのブランコとか圧倒的だと思うわ。暗さの雰囲気は残しつつ全体をはっきり撮れてる印象。夜間の動画撮影もそれなりに頑張っているのだ。ほぼ真っ暗な場を極力明るく映してる感じ。全体的にザラザラした映像にはなってるけども。とまあそんなわけで、最近はメインスマホとして iPhone15 Pro Max を結構使ってるのだ。 iPhone に対する気分が長いこと盛り下がっていたけども、春先の8プラス購入あたりから徐々にまた気分も上がってきたね。今度 Galaxy S24 Ultra との比較動画なんかもやってみてもいいかもしれないわね。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、SNS もあるので、興味あれば概要欄からチェックしてくれ。ということでまた次回。